宣教術。移動に使うもののようね。遺構に残った移動の、まさかこれ旅の門。え、神代の時代の文献に言葉だけ出てるあの、これが、私も初めて見ましたわ。来るね、これは。だろうな。つまりこの先には神代の時代の遺跡が。のんきね、この気配わかるでしょ。ああ、危険なところなんだろうな。けど行くでしょ。ああ、危険ならなおさら調べておかないと。止めないんだな。え、迷って出した答えで失敗したら二度と立ち上がれない。でも信じた答えに準じれば失敗しても必ず立ち上がれますから。信じてるってわけかい。気合と度胸が我が日は必要そうだ。払う。謝礼一千。炎よ燃え上がれ。さあ水の刃。いきますね、いきますね。火の水を爆炎剣。直感で動きすぎだ。ほう、その認識は直感。全力で行くぞ。どうか言ってる。女の子、なんでこんなところに。気をつけて、私たちに気づいて。その子ただ者じゃないわ。ああ、見た目で油断は禁物だ。今私を見てきたら友達のやつだ。一撃で君は天族なのか。天族。僕たちが見えているんだろう。聞こえてないみたいよ。それは何？あなたの周りの四つの光。仲間だよ。見えないけど友達なんだ。友達。ごめんね、それなんて言って。いいんだ。君は？私はソフィー・ラント。ソフィー、なんで襲ってきたかも聞いていい？わけあるんでしょ。強力な見えない力が時空を歪めている。力の源を絶たないと
元の世界に帰れないって。それはポニマーのおじさんがそう言ったの。見えない力の源探さないと。変わった子ね。僕たちやヒョウも直感で捉えてるみたいだったな。よほど清らかな心をお持ちなのでしょう。実は人ならぬ力を持ってるとかね。悪い子には見えなかったけど。アムカール魔物が全て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 はや見えない敵だらけ。厄介な世界ですね。あなたは？これは申し遅れました。私はジェイド・カーティス。俺はスレイって言います。ジェイドさんは見えているのですね。私たちやヒョウマンは。ええ、たとえ不可視でも空間構成素子には何らかの影響を及ぼしているはず。その揺らぎを検出、視覚化するようメガネに細工をしてみたのですが。ははマジでメガネが理由だったかとかだったら面白いですね。じゃあなぜ見えてるんだ、それに声まで。さあ、こいつミボの苦手なタイプのようね。エドナと同じだ。まあおふざけはそのくらいにして、そろそろ私が元の世界へ戻る方法を教えていただきましょうか。別の世界から来たっていうのか。はい、何らかの力が時空に干渉して私たちをこの世界に引きずり込んだようです。詳しく調べないと何とも言えませんが、この遺跡が発する力場が原因なのは間違いなさそうですね。まったく迷惑な話です。ですが私たちもどうしたらいいか。おや、あなた方も知らないというのですか。これは困りましたね。うん、やはり力の発生源を叩くしかありませんか。力の発生源、領域のことか。それをそう呼んでいるならそうなりますね。しかし強力な領域は複数あるようです。となると
あのお嬢さんの方が元凶に当たってしまうかもしれませんね。え？いえ、こちらの話です。では私はこれで。なんだあれ、別の世界なんて信じられないよね。ロゼちゃん、それをここで言う？それもそっか。いいわよ。無双剣、貫きなく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 貫
ドを持たせ、それこそ過大評価だと思うけどね。また会ったね。おや、これはいいところに。本当にいいところ？はい、この遺跡の強い力の発生源は全て消失したというのに、私たちが戻れる様子はありません。そして残った強い力の源はあなた方だけとなれば、答えは一つです。僕らが元凶だと？ジェイドは元凶を消す方法は一つだって。僕の声が？うん、聞こえるし見えるよ。ジェイドにメガネ作ってもらったから。お揃いです。やっぱりメガネだったんじゃないか。私どうしても帰らなきゃいけないの。みんながいる世界へ。約束したから。私も異世界の技術には惹かれますが、こんな旗迷惑な建築は好きになれそうにありませんのでね。なるほど、やる準備は万端ってか。飲み込みが早くて助かります。ごめんね。僕らは元凶なんかじゃ。スレイ、あのメガネがいっぱいあれば。みんな天族が見えるようにな。来たれ陣内、俺の全てで悪鬼を断ち切る。剣絶神陣内だ。おとなしく眠ってくれ。潔く熱なく心を破壊。チャレイ一戦、炎よ燃えバイオレット配終わらせる。剣を燃えろ。大前総評だ。バカに超人水ここに行くよ。お返しをされよ。バフェイケン、チャレイ一戦、たまらない。白き渦を乗り越えカート、バフェイケン、ウリー将来、メッパ旋風陣、水神将来、攻撃力が高い。水神将来、我が弓は当然大切に断ち切る。アクアリムス、ジャッジャラウン、一瞬断ち切れ。
さすがですね。うん、ジェイド、この人たち強いよ。ええ、これなら勝てるかもしれません。やっぱり試してたんだな。おや、気づいていましたか。うん、さっきなかったし。油断したらどうなったかわからないけどね。ちゃんと話さなくてごめんね。ミクリオ。ミクリオ。この遺跡はある力を抽出し、特定の対象に流し込む構造を持っていました。その対象こそ時空を歪めている元凶。しかしその力はこの世界独特のもの、私たちじゃ消せないみたい。汚れって言うんだ。それ消せる？ええ、浄化の力を持つ私たちなら可能ですわ。私たちが元の世界に戻してあげる。安心していい、ソフィー。ありがとう。その気になっていただけたようで何よりです。ではしっかり頼みましたよ。ちゃっかりしすぎ。綺麗にハモりましたね。危険だって分かってる。でもソフィー、さっきも言ったろ、安心していい。任せて、俺は汚れを払う同志だから。総力戦になるだろ。瞬時に潜らないぞ。死んでる奴をどうやって倒す気？こいつは汚れで動いてるはずだ。はい、溜め込んだ汚れを払えば。
程度ドラゴン3体分だぜ。なら4倍ファイトで約しただろう。下手ほどファインプレーに見えやすいって言うしね。行けよな、今度こそ。なんとか払えましたわね。やっとな。お見事です。みんな、大丈夫？ここが稼働をやめたわけではありませんが、汚れの流出は止まったようです。お礼にあげるね、メガネ。あ、ありがとう。あれ、まだミクリオが見える。私、見えるようになった。ソフィーの純粋な心が生んだ奇跡ですね。適当。じゃあこのメガネは？もちろん、ただのメガネです。こいつ。ようやくですか。帰れる。アスベルたちのところへ。よかったね、二人とも。ありがとう。おかげで約束、守れるよ。なかなか有意義な体験でした。あまり繰り返したいとも思いませんがね。一応、礼を言っておきますよ。助かりました。さようなら。別の世界か。なんか夢みたいだな。夢じゃないって。夢じゃないさ。